はいみなさんこんにちは、スーパーネコンチャーです。今日はね、結構面白いものやっていきます。えー、ちなみに今ね、これセットアップしてるのこれ、手元取り用になんか視聴者さんに教えてもらったセットアップですね。えー、テーブルクランプのこのやつに、その先っちょにオスモポケットをつないで手元取ってます。はい。オスモポケット3ですね。<laughs> まあ、これはいいとして。今日やっていくのはこちらですね。はい。アレテかなアレターかわからんけど。 あれていいんですかね。これ、リンソールさんから送ってもらったんですけど、これね、あの、ジガートっていうところと、フレッシュレビューってね、これ知ってるかな、みんな。フレッシュレビューって YouTuber の方なんですけど、僕もめちゃめちゃファンの、 そのイヤホンレビューとかマウスレビューやってる方でこのフレッシュレビューっていう方はとにかく APEX で足音が聞こえるイヤホンっていうのをねずっと探し求めてる旅をやってるんですよねでその中で出会ったイヤホンがシムゴットの EM6L だったりヤンインキャノン2とかだったりするんですけどもとにかく彼が紹介するものは本当に足音聞こえるんですよでなんと今回ガチエペミンの,の足音特化をずっと探してた人が作っちゃったイヤホンなんでマジで足音絶対聞こえるんですよね で、彼自身ももちろん自分のね、コラボ商品に紹介してるけど、それ以外の YouTuber さんもかなり定評があって、もうとにかく足音聞きやすいって言ってました。今回めちゃめちゃ期待してます。 で、アレテは 1DD4BA、ダイナミックドライバー1機と、バランスドアマチュアドライバー4機になってますね。ハイブリッドの IM になってます。ぶっちゃけこのフレッシュレビューってまあ、英語圏のね、YouTuber さんなんですけど、マジでこの人の表現っていうか、まあその、要は耳の感覚が結構合うんですよね。だからね、彼のレビューはかなり僕信用してます。彼の動画はマジでいいです。かなりガチ勢ですけどね。こんな見た目なんだね。宝石みたいですね。めちゃめちゃうまそう。 ケースの中はケーブルとイヤピーが入ってますね。こんな感じのね、スーピンのケーブルですね。三極ケーブルになってます。マジで綺麗っすね。とんでもなく綺麗だな。キラキラした中にね、ジガートって書いてますね。 え、付属のヤピなんですけど、こういうあの、耳栓タイプと傘が付いてるやつ、シリコンの傘が付いてるやつが、大中小と3種類付いてます。本体の方には、え、あらかじめ何も付いてない感じですね。はい、細かいとこ見ていくと、ここに通気穴がありますね。右と左で色が違います。赤と青になってます。全体的に半透明で、ちょっとだけ、ここのね、ドライバーが、BA ドライバー見えますね。ここがノズル部分と。ノズル部分はまあ中ぐらいかな超でかいわけではないですね。はい、それではね、つけていきます。 いや、ピアとりあえず L かな。え、L でかすぎるな。とりあえず自分の場合は、えー、M がちょうどよかったですね。たまに L の方がちょうどよかったりするんだけど、これ M で使っていきます。装着感はね、そうだな。可もなく不可もなくって感じかな。特段にいいわけでもないけど、うん、すっげえでかいわけでもない。ただ、まあ、その中にさ、計5個のドライバーがね、詰まってるんで、まあ、ちっちゃくはできないと思いますね。そんな感じで、まあ、とりあえず音が一番大事なんで、 とりあえずこれでね、エーペックスやっていきたいと思います。うん。あ,あ怖い。これ、今刺したんだけど、結構力いりますね。ちょっとびっくりするぐらい力入りました。まあ、ただ入ったらもう抜けないって感じだな。で、今回もね、あそこに隠してある、えー、ZG02 使っていきます。今ちょっと机ごっちゃごちゃしてますけど、えー、勘弁してください。それでは早速ね、エ、e、ペでね、試していきます。 はいここまで見てくれた方よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますそれでは次はいそれではねエーペックスでかなりの時間使ったので感想をねお伝えしたいと思いますこれね全部アるティを使ったゲームプレイですねでまずこのシーンを見てほしいんだけどこの左上のこの足音マークですね足音マークが出てる時に僕はちょっと聞こえてますちょっと見てくださいリロード はい今ね、遠くの足音、この建物の中にいるレースの足音が聞こえました。これ把握して上から飛び降りてきたレースをやってます。これね、皆さんもね、ちょっともう一回聞いてほしいんですけど、どこら辺でね、皆さんのイヤホンなど聞こえますかね。うもう一回。結構ね、同時にいろんな音が鳴っている時に、えー、ちゃんと把握したシーンですね。こちらも同じ。 左じゃあ外聞こえて把握している人ですね。結構遠いですね。だからね。遠くの足元もバッチリですねえー。めちゃめちゃ把握しやすかったです。 えー、もちろん遠くもそうなんですけど、こういうね、そうだな、10メートル以内の室内のファイトとか、えー、近めの足音とかもすごい速くしやすかったです。で、距離感に関しては、そうですね、広すぎず、近すぎず、で、音の広さもね、ちょうどいい感じですかね。敵がここにいるのかなっていう感じのところに大体いたので、距離感も自然だったと思います。で特にやっぱりこのシーズンは、新しいマップでね、すごい室内のファイト、 多くなったんで、こういう風に敵の足音の場所をね、早めに把握するとかなり、その立ち回りしやすくなるんで、個人的には、めちゃめちゃプレイしやすかったです。はい。このね、アキんぼのモザンビークめちゃくちゃ強いですよね。で、今回の音質に関しては基本的には弱ドンシャリで、あの、高音えー、いわゆるシ、ャシ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 ャみたいな、ヘルスキット刺してる時の音とか、こういう銃声っていうのかなとかリロード音とか、そこら辺の音は、 ちょっとね、刺さらないように調整されてますね。高音の刺さりは少なめ。で、方向感が比較的感じづらい、いわゆる超重低音っていうのかな。重低音に関しては抑えめな感じですね。早めに丸まってる感じ。抑え気味で、えー、逆に足音の成分である中低音の部分ですね。ここら辺はちょっとだけ強調されてる感じ。だから弱鈍シャリではあります。ただ、先ほど言った通り、えー、高音域と、えー、重低音域は、 え若干抑えられているので、えー、まあ長時間プレイしても刺さらないし、えー、疲れないという感じで、かなりね、面白いですね。ゲーム寄りなのかな、だいぶ。うん、長時間でゲームやっても疲れないような音質でした。で、唯一ね、欠点という欠点が、イヤーピースですね。イヤーピースだけは僕全然合わなくて、ちょっと使っただけでめちゃめちゃ痒くなるんですよね。 多分だけどこれ材質だと思うんですよね。材質があんまり良くないのかなっていう気がします。あとでね、おすすめのイヤーピースとかもね、紹介しますんで、えー、後ほどね、えー、この時使ってたイヤーピースもお伝えします。で、あとはね、ヤインキャノン2だよね。以前、デビューしたヤインキャノン2、あの、エイペックスでめちゃめちゃ足音聞こえるって言ってたやつ。あれともね、ちゃんとね、えー、比べました。で、その感想なんですけども、 ヤインキャノン2はね、音楽では圧倒的に上なんですよね。あのー、高音域のこの気持ちよく出てる感じと、低音域、重低音の,あの気持ちよさですね、深く出ている感じ。あれはね、音楽では圧倒的にヤインキャノン2がいいんですけども、エーペックスだけで言うと、あのー、荒れての方が効きやすいですね。疲れづらいし、足音聞きやすいし、あのー、荒れての方が上です。 えー、それの理由はやっぱり重低音と高音域の出方ですね。ヤンキャノン2は両方とも綺麗に出てるんで例えば冒頭の,あのーレースをやったシーンですねあれって同時にそのクレーバーのリロードーンカシャンカシャンっていう音とあと遠くの銃声とかいろんなことが起きてるんですよねでその時に特にクレーバーのリロードーンそういう高音域がちょっと邪魔しちゃってちょっと遠くの足音の気配に気づきづらい。 そういったた結果になりましたちょっともう一回聞いてみようかまあこんな感じだよねだからいろんな音が鳴ってる時にやっぱ中低音のその足音の把握がしやすいという感じのイメージですねだからね荒れてめちゃめちゃいいですはいということで最後にまとめていきたいと思います はい。それでは最後にまとめていきます。今回レビューしたこのね、あれてね、めちゃくちゃ良かったんですけども、えー、欠点もあります。それがね、付属のイヤピですね。この付属のね、この黄色いやつ。これマジで付け心地悪くて、あなんか知らないけどかゆくなるんですよね。これ本当にお勧めしません。だからイヤピの交換は必須だと思います。で、今回僕が使っているイヤピなんだけど、このね、セドナイヤーフィットのオリジンですね。これめちゃくちゃお勧すすめです。詳しい方にお勧めしてもらったんですけども、 僕、これのね、セドナイヤーフィットの MAX ってやつかな確か。これがすごい気に入ってたんですよね。これが医療用シリコンでめちゃめちゃ刺激が少なくて、すごい長時間つけても心地いいんですけども。これのね、唯一この網網があったんですよ。この、な <laughs> んていうの、この蜂の巣みたいな。それがちょっと音質変えるんで、この網網がないバージョンには、あの、穴が開いてるバージョンあったらいいなと思ったら出てました。それがこのオリジンっていうモデルなんですけども、これめちゃくちゃフィット感いいし、あの、めちゃくちゃ気に入りました。で、何よりこのオリジンシリーズね、 これね、イヤーピー装着するときね、すごいしやすいんですよ、これ。この茎の部分がね、ちゃんとした材質で、ちょっと強めなんで、こういう風に簡単にね、入る。こうやって。簡単に装着できるんで、ここもね、このセドナイヤーフィットのオリジンがいいところですね。これめちゃめちゃいいんで、本当にね、このイヤーピー、まあ、このイヤホン買わなくても試してみてください。はい。これで聞いたら、すっごい良かったです。装着感も抜群でした。このイヤホン、エーペックスで使った感想めちゃめちゃ良かったんだけど、あの、ヤインキャノン2ね、 多分だけど、このヤンインキャノン2とこのアレテ、どっちがいいか迷う方いると思うんですけども、6割以上の時間エーペックスプレイするならこっちですね。6割以上の時間音楽を使う人はこっちのヤンインのキャノン2でいいと思います。だから、音楽はやっぱりヤンインキャノン2なんだよね。で、エーペックスはアレテっていう感じの住み分けになりますね。だから、どっちもすごいいいイヤホンだけど、エーペックスだけに限るとこっち。で、あとね、アレテってヤンインキャノン2と比べると劣る部分があって、それがね、ケーブルですね。 見たらね、一瞬でわかると思うんだけど、ヤインキャノン2のケーブルは太いです。すごい丈夫だし、多分、純度っていうのかな。抵抗もすごい低いと思いますね。で、それに対して、アレテはもうめちゃめちゃ細いし、まあ、貧弱そうなケーブルを使ってるんで、ここで、えー、強化できる余地があります。要は、アレテのケーブルをリケーブルすれば、中高音とかがね、もっとクリアになるっていう感じですね。だから、このカスタムやってる方、うちのサーバーですね、僕のメンバーサーバーにもいました。 あれてのね、抑えられていた中高のクリアさをもっと持ち上げるために、えー、ケーブル変えるとかなり有効ということも聞きましたね。で、ケーブル実際ね、僕もオーダーしてるんですけど、まだ届いてないんで、今回は紹介しませんけど、一応ね、えー、見せますか。こちらですね、アリエクで買えるエンジェルイヤーのマースっていうね、 え、イヤホンケーブルになります。で、このグレーの0.783.5か、ブラウンの0.783.5ですね。今回僕はブラウンの方を買いました。値段の方は1万3000円で、まあまあするケーブルですね。高い買い物ではあるんですけども、まあこのケーブルの太さね、これだけありますんで、音質も期待できそうです。まあ、できればね、これで中古音をちょっとブーストしてあげて、 もっとクリアになったら、まあ自分好みの音になるのかなと期待しています。これ来週あたりに届く予定かな。届いたらまたね、感想を知りたい方はコメント欄で聞いてください。それでは最後に、あえての値段の方を見ていきましょう、えー。こちら公式サイトになるんですけども、リンソールのサイトで買うと、えー、249ドルになります。 でこれね、あのー、日本円だと3万6500円になります。だからまあ、安い買い物ではないけど、超高い買い物でもないですね。で、これね、あのアマゾンにも一応売ってるんですけども、日本のアマゾンで買うと4万2380円になりますね。公式で買った方が6000円ほど安くなるんで、公式で買った方がお得ですね。はい。で、今回僕がすごいお勧めした、このセドナイーフィットのオリジンなんですけど、これはね、アマゾンで1800円で売ってますんで、これはぜひ買ってみてください。あれって以外でも全然使えるんで、ぜひ試してみてください。 はい。ということで、今回ね、このジガートとフレッシュレビューのコラボ商品、あれてね、レビューしていったんですけど、めちゃめちゃ良かったです。Apex 専用イヤホンと言っても、 ま、申し分ないでしょう。やっぱりフレッシュレビューさんはね、信用できる YouTuber さんなんで、性能に関してはお墨付き。今後はね、Apex がちるときはしばらくはこれを使おうと思っています。それくらいは気に入りました。はい。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん感想も教えてください。本当にね、面白いよね。Apex 専用の YouTuber がコラボして作ったイヤホンってね。 これめちゃくちゃ売れると思うけどねどうなんだろうエ p ペックスをこようなう中愛する方々って結構いると思うんで、えー、ぜひ試してみてくださいはいということでご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうじゃあね